ウジ、ウージー、またはウジ、ヘブライ語、英語。ウジ、または、ージーは、イスラエルの意味者。原イウィー社製の短期間銃、戦後第一世代を代表する短期間銃である。イスラエル発の国産兵器として、陸軍技術少佐のウジエル・ガル、ジールギャル、ウジール・ガルともが1951年に開発させ、同年に製造開始した。 1956年の第二次中東戦争で活躍した。第二次世界大戦後、パレスチナに建国したイスラエルは、敵対するアラブ諸国から器物を防衛するため、簡単な訓練で使用できる重火器を必要とした。しかし、当時のイスラエルは工業基盤が貧弱で、高い技術力を必要とするような火器の製造はできなかった。そのため、 比較的構造の単純な短期間銃を開発することにし、イスラエル陸軍兵器研究所のウジエル・マルとそのスタッフたちが設計開発を担当した。ガルが設計の際に参考にしたのは、チェコスロバキアで試作された短期間銃 ZK476 もしくはシリーズであるとされる。貧弱な工業基盤で容易に生産できるように部品点数を極力少なくし、 プレス加工を多用した単純な設計となっている。操作性は良く、独特の L 型構造ボルトにより3 8 0 0グラムと重い重量を持つが、その分、フルオート射撃の制御も容易であり、総合的な性能は優れている。こうして完成した宇治は、イスラエル国防軍に採用されたのみならず、その優れた性能と生産性の高さから、 旧西側諸国で高く評価され、西側で多用される短期間銃の一つとなった。例えば旧西ドイツのドイツ連邦軍に採用され、コッキングハンドルの大型化、ダストカバーの追加を行った改良型の MP2 がライセンス生産された。アメリカ法執行機関でも採用され、シークレットサービスでは用人警護用に使用され、レーガン大統領暗殺未遂事件の際には、 エージェントがブリーフケースの中に隠し持っていた。その他、オランダ、ベルギー、デンマークなどのナトウ諸国の多くの軍隊で採用され、ベルギーの FN ハースタル社ではライセンス生産された。また、スペイン、クロアチア、中国などの国ではコピー生産された。宇治自体は世界90カ国以上に輸出されたとされ、派生型やライセンスコピー製品を含めれば、 およそ1、000000兆000 000以上が製造されたと見積もられる。現在、イスラエルやヨーロッパ諸国の国軍、警察機関などにおいては、同じ 9mm 口径だが、クローズドボルトで命中精度の高い H&KMP5 にほぼ取って変わられた。ただし、ウジ自体は現在でも優れた性能と信頼性を誇っており、また、MP5 は調達コストが高いため、 現在でも中小国での運用は続いている。アラブ諸国から武器の輸入ができないイスラエルでは、当初チェコスロバキアからの武器輸入を考えており、チェコスロバキアは試作品の ZK476 短期間銃の輸出案を提示した。しかし、チェコスロバキアは社会主義化に伴い、ソ連のイニシアチブにより急遽、イスラエル支援からアラブ諸国支援に政策を切り替えたため、 イスラエルはチェコスロバキアから武器輸入が不可となった。このため、1940年代以末にイスラエル陸軍兵器研究所のウジエルガルを中心としたチームで国産の銃器開発が始まった。輸入できなくなった ZK476 だが、ガルは同短期間銃に強い影響を受けている。ZK476 はプレス加工を多用して、 レシーバーが成形されており、L 型構造ボルトや、グリップセーフティを持ち、マガジン挿入口がグリップと共有であるなど、後のウジと同様の特徴を備えている。ただし、VZ23 シリーズを参考にしたという見解も、ある。設計完了後の1951年から、イスラエルミリタリーインダストリーズで製造が開始された。発射機構にオープンボルト方式を採用した、 単純な構造となっており、砂や泥に強いという高い信頼性を確保した上で、当時工業基盤が貧弱だったイスラエルでも大量生産できるほどの生産性を実現している。生産性を向上させるため、全体的に部品数を減らし、レシーバーやクリップのフレームなどの主要部品の多くをプレス加工して製造している。 伝統的な円筒型レシーバーではなく、スチール板を用いた四角形の箱型レシーバーを採用している。ボルトもレシーバーと同じく円筒型ではなく、四角形の箱型で、ボルト重量を前方に置くべく、重心を包むような設計をしている。左画像参照。このボルト内部に重心交換が深く入り込む構造のボルトは、ラップアラウンド、包み込むボルトと称され、 銃の前兆を短くし、フルオート射撃の制御を容易にすることができるほか、マガジン挿入口は、自動拳銃と同様にグリップ内を利用することができる。また、L の字を寝かせたような形状をしていることから、L 型構造ボルト、さらにはボルトが、テレスコープ、単眼望遠鏡に似た、伸縮動作をすることから、テレスコピック、テレスコーピング、ルトとも呼ばれる。 この独特のボルトのおかげで、砂人が内部に入りづらくなっている。作動方式は、グローバック方式で、オープンボルトで射撃する単純な構造を持っている。ただし、オープンボルトは、連射時の命中精度が低下するため、改良型では、ストライカー形式の撃発機構を組み込んだ、クローズドボルトとなっている仕様も存在する。 レシーバーはつらに存在するボルトのコッキングハンドルは、ボルトから独立したセパレートタイプを採用している。安全装置を兼ねたスライド式のセレクタースイッチがグリップ左側面にあり、スイッチを前方でクリックすると、フルオート、中間で、セミオート、後方で安全装置がそれぞれ選択ができる。また、グリップを握ることで解除される安全装置、グリップセーフティも存在する。 グリップセーフティを押さない限り、ボルトは交代しない。この他にも、ボルトをコックする際に手が滑り、暴発することを防ぐため、コッキングセーフティも組み込まれている。などで、安全性を確保している。なお、コッキングセーフティについては、西ドイツ軍の要請で追加された仕様である。2カ所が折れる折りたたみ式ストックを持ち、パイロットや、車両搭乗員にも使いやすいデザインとなっている。 折りたたみ式ストックを展開するには、まず肩に当たるパットプレートを叩き、第一の関節部、ストック中間のロックを解除する。すると、パットプレートのついたストック後端のアームが下方に折れ、そのアームをさらに下へ引くと、第二の関節部、ストックの付け根のロックが解除される。最後に後方へ引くことで引き伸ばされ、二箇所の関節部がロックされ、展開完了となる。 逆に折りたたむ場合、中央の関節部、展開時に最初にロックを解除する関節部を前後両方らを押しており、次に付け根の関節部、展開時に次いでロックを解除する関節部を同じく前後から押しておる。その後、展開時と逆手順で畳み、ロックする。初期型には重剣を装着するための着剣装置が用意されたモデルや対戦車グレネードを発射する。 ライフルグレネード型のグレネードランチャーも存在するなど、短期間銃としては、珍しい特徴を持っていた。その他、特殊部隊での運用を前提に、専用のサプレッサー及び、青オン速弾も製造された。全長は47センチメートルとコンパクトだが、重量は3800グラムと思い。しかし、その重量により、フルオート射撃中のコントロールが容易である。使用弾薬は、 ヨーロッパで一般的な QX19mm パラベラム弾であるが、その他にも各国からの要請で、40S&W 弾、45ACP 弾など、QX19mm 弾以外の弾薬を使用できるバリエーションも製造されていい。マガジンはダブルポジションフィーリング式のダブルカラムマガジンで、標準的な相談数は32発だが、種類により20発。 25発、40発、50発がある。マガジンキャッチは、グリップ左側面の下方の四角形のボタンである。箱型レシーバー上面は、蓋のように開くことが可能で、ボルトなどを簡単に取り外すことができ、グリップフレームは、引き金やシアといった激発機構を維持したまま、分解可能であるなど、分解、メンテナンス、修理が容易である。初期型では、 脱着式の木製ストックが装備されていたが、オランダ空軍の要請で、金属製に変更となり、最終的に折りたたみ式となっている。また、同じく初期型では、コッキングハンドルは、比較的小型であったが、操作性が悪く、大型のものへ変更された。イスラエル警察の要請で設計された、蛍光性を重視して、重心を切り詰めるなどの小型化を図った宇治の派生型。 1984年完成。もともと全長の短いウジをさらに短くしているため、ボルトの交代量がかなり少なく、リコイルスプリングも強化せざるを得ないため、フルオートでの連射速度が毎分950発と非常に速くなっており、フルオート射撃の制御が容易ではない。そのため、重工上部はできる限り連射時の反動を抑えるためにガスポートが設けられている。また、 ストックをスチールワイヤー型へ変更している。オプションとして命中精度の向上を目的にオープンボルトからクローズドボルトへ変更された製品が製造されている。か、2005年にはボルトのコッキングハンドルをレシーバー左側面に移動させことで照準機の装着を容易にしているモデルも発表されている。ミニウジをさらに小型化したモデル。1984年完成。 小型化と同時にフルオート時の発射速度が毎分1400発と非常に高速な仕様となったためフルオート連射の際の制御が難しいなどの問題点がある。主に近接戦闘で瞬間的な火力を必要とする特殊部隊向けとして開発された。ストックを折りたたむと大型拳銃並みの大きさになるためマシンピストルに分類されることもある。近年のモデルでは ミニウジと同様コッキングハンドルが銃左側面に移り、代わりにピカティニーレールがレシーバーう厚らに配置され、各種照準機の容易な装着が可能となっている。オープンボルトとクローズドボルトの2形式が存在する。マイクロウジからストックを排除し、セミオート射撃のみに限定した大型拳銃。短期間銃が原型であるため全体的に、 拳銃としては大型となっているが、他方それを利用し、大口径の QX19mm 弾を使用するにもかかわらず単純なブローバック方式で設計されている。意味は VIP 警護や軍特殊部隊向けとしている。2009年に完成したマイクロウジの発展型。近年製作されるピストルと同じく、レシーバー下半分、グリップフレームを センサテック、合成樹脂で作成し、軽量化とコストダウンが図られている。従来のマイクロウジの問題点であった、反動低減の改善を図るため、銃の跳ね上がりを抑制するために、ミニウジよりも大口径のコンペンセーターが重心に加工されたほか、グリップデザインはバーチカルグリップと一体化した新規のもので、構えた時やフルオート射撃の安定さに貢献するデザインとなっている。 はじめから、コッキングハンドルは、左側面にあり、アイアンサイトは多少小型化され、非常用、サイト扱いとなり、レシーバー上部と重心の左右と下にピカティニーレールに、取り付けたドットサイトの照準や、フラッシュライトを前提としたデザインとなっている。作動方式は、クローズドボルトブローバック限定で、ストックは、従来のマイクロウジ向けの品と共通である。 他の編集としては16インチバレルを装備したカービンタイプ。アメリカ国内で販売するために規制をクリアする必要があるため、本来短期間銃であるウジのフルオート機能を省略し、16インチバレルを装備したモデルである。1950年代以末に FN 社が意味社よりライセンスを得て製造を開始したウジ。当時はまだイスラエルの生産能力は 限定的なもので他国への輸出は難しく、そもそもイスラエルはアラブ諸国と対立関係あるため武器の輸入先としては選定しづらかった。この問題を解決するため、イスラエル以外の国でライセンス生産することが計画され、イスラエル国防軍が FN 社製の FN フェルを採用したことへの乖りとして FN 社が生産に乗り出した。外見、構造ともに、 オリジナルの宇治とほぼ同型であるが、国印が変更されている。なお、折りたたみ式ストック仕様のモデルは、MP2A1 の名で、西ドイツ軍で正式採用されたほか、1968年から1969年にかけて CIA が実行したカンボジアにて行われた越境偵察作戦で、グリーンベレが携えていたとされ、 これにはミリタリーアーマメント社製のサプレッサーが装備されていた。アメリカのベクターアームズが意味よりライセンスを得て製造している。外見、構造ともにオリジナルのウジとほぼ同型であるが刻印が変更されている。ベクターアームズ社は民間向けに製造、販売しているので、ストックがないミニ宇とウジをピストルモデル、ストック付きで16インチの重心を持つミニ宇と ウジをカービンモデルで製造、販売、また、同社はこれらのモデルのフレームがステンレスコーのモデルも製造、販売している。また、フルオート可能な折りたたみストック付きのミニウジ、またはウジをショートバレルライフルの名称で、製、販売している。このショートバレルライフルには、オリジナル同様 9X19mm パラベラム弾モデルとアメリカで人気がある。 45ACP 弾モデルの2種類存在する。道銃は民間ではフルオート銃の所持が許可されたものだけが購入、所持できる。中国の中国北方工業工師のリンコが製造している宇治のコピー品。宇治をそっくりそのままコピーしており、刻印を除いて大きな違いはない。ただし、比較には若干の違いがあるようで、全長は 466mm。 ストック展開時6 5 1ト、mm、ル、重心長は2 6 4ト、mm、ル、重量は3 7 0 0ムとなっている。軍用モデルのほか、アメリカへの輸出のための民間仕様も存在する。この民間仕様は、アメリカの法規制に沿うように重心を延長し、セミオートに限定してある。全長は6 1 8ト、mm、ル、ストック展開時8 0 0、mm、トル。 重心長は 415mm、重量は 3880g。なお、ノリンコが公表している名称には一貫性がなく、他に M320 という名称が存在する。エロは、ウジをコピーして、クロアチアが国産化した短期間銃。ユーゴスラビア内戦の影響もあり、クロアチアは兵器開発への関心は高く、多くの短期間銃を研究した上で、 独立後に、兵器統一の観点から、クロアチア共和国軍において、エロを正式化した。外見、構造を含め、ほとんど、オリジナルと統一である。異なるのは国印のみで、レシーバー左側面砲弾に、エロと打たれている。なお、エロシリーズは、当初無許可のデッドコピー品だったが、イービー、イミシャと HS プロダクト社の間で協議を交わし、現在では、 ライセンス生産品扱いとなっている。エロを小型化したモデル。イスラエルのミニウジとマイクロウジを原案に、両者の中間サイズで製品化してある。構造的には、マイクロウジと同型であるが、マイクロウジと比べレシーバー後端部分が延長されており、ストックもマイクロウジが左側に回転させ収納する形式に対して、髪型に回転させるようになっている。 また、トリガーガード前方にプレスチック製のフォアアームが装着してある。全長は 315mm、ストック展開時 545mm、重心長は 153mm、重量は 2490g、連射速度は毎分1100発となっている。セルビアのザスタバアームズがミニウジをベースに開発した短期間銃。ミャンマーは、 1990年代初頭にイスラエルからの許可を得て国内の軍事工場においてウジの生産を行っている。ミャンマー製のウジは BA-93 及び BA-94。国名をビルマからミャンマーに改名した際に MA-14 に変更の2タイプが存在しているが性能に差はほとんどないと言われる。いずれも 機構が簡略化されているほか、初期型と同じ大型の重症 BA-94 は樹脂製が取り付けられているのが特徴である。ベトナムがマイクロウジをコピーして生産したモデル、サイレンサーが標準装備されている。構造的及び大まかな外見はマイクロウジと変わらないが、コッキングハンドルが左側面に取り付けられ、レシーバー上部と重心のもに 独自のアタッチメントを備えており、ダットサイトやフラッシュライトの使用に対応しているなど、ウジプロに似た特徴も持っている。ウジは、およそ90カ国以上に輸出され、数多くの軍、警察などの国家機関で採用された。以下、派生系を含め、ウジを採用している、もしくは採用していた国を挙げる。なお、日本では自衛隊もしくは、 都道府県警察において公式に宇を採用した例はないが、皇太子、徳人親王がイスラエルを訪問した際には、イスラエル側から宇治が贈呈され、土浦の陸上自衛隊武器学校、ついで陸上自衛隊富士学校にて保管されている。宇治を使用するシーンを映画などで撮ろうとする場合、宇治をベースにしたステージガンを使用するが、ベースになる宇治が手に入りにくい場合、 イングラム M10 をベースにウジ風のパーツを追加し、一見ウジであるかのように見えるようデコレーションを施したものを使用する。このようなステージガンはウジグラムの通称で呼ばれる。発砲シーンではコッキングハンドルが前後動しているウジは動かないので、その部分で分かってしまう。日本ではイングラムのモデルガンをベースにウジグラムが作られる。ウジグラムに限らず、 発火性能の高いモデルガンは別の遊戯銃の外装を被せられステージガン化されることが多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。